綿棒。綿棒、綿棒、英語、コットンバット、米語、コットンスワブ、キューティップスは、木や紙、または、プラスチックの棒の先端に脱脂綿面を巻き付けたものの、ことである。現在の綿棒には、様々なものがある。軸は、おおむね直径2ミ、mm、リ程度の細い棒状であるが、材質は木、紙、プラスチックが用いられる。先端には、 脱脂面が1から1.5センチにわたって、面球状に固く巻き付けられているが、多様とかに対応すべく、丸いもの、正確には水滴型、先端が尖ったもの、太いもの、緩く、球状に巻き付けたもの、さらには、絞り加工により、段々を付けたものなどが、市場に出回っている。また、一般的な、丸いものであっても、ベビー用として、 軸ともども先端の面球が細くなっているもの多く出ている。なお、面球部は前日のように脱脂面が素材であることが多いが、医療機器として鼻腔からのインフルエンザウイルスなど、病原体採取に用いられる場合や微生物の採取に用いられる場合には、例4面を使用する場合がある。また、特殊用途として、合成繊維などを面球部に使用する場合も見受けられる。 業界ではコットンスワブまたはコットンスワップで通じることもある。一般家庭向けのものは長さがおよそ8センチで軸の両側に硬い面球がついている。しかしながら医療用や業務用のものには2倍程度に長いものがある。こうしたものは薬品の塗布や科学実験、生物学実験などの際に用いられたり機械装置などの細部の清掃などに用いられるため、 免給は片側の実についていることが多い。また、長い軸がたわみにくいよう、木の軸であることが多い。特殊なものとして、オリーブオイルなどの油を染み込ませたものや、生成水,水や香料を含ませた水を染み込ませたもの、機械の清掃を向けとして、静電気を起こしにくいような薬剤が染み込ませて、アルモなどもある。一般的な用途は、自掃除であり、自回から、 外耳道を描く、拭うのに適している。女性が化粧の際に用いたり、幼児における綿棒干潮に用いたりもする。自掃自用のものを中心に、衛生用品は白が貴重との規制概念に反する黒い綿棒が発売された。なお、綿棒とは言い難いが、綿棒の綿球部分に粘着剤を備え、それによって耳垢を貼り付けて、 自掃自を行おうという商品も存在する。綿球の代わりにスポンジを用いたものもあり、これも便宜的にスポンジ綿棒などと呼ばれ、クリーンルームでの細かい作業などに用いられる。綿の字は用いないことがある。これは、綿球から繊維が外れて飛散することを避ける意味がある。ちなみに、高齢者等の介護として、綿棒で高校内の清掃を行うことがあるが、清掃能は、 専用に作られた柄付きスポンジの方が高かったとの報告がある。綿棒では一度拭ったものが再付着するからだという。綿棒を高校内の清掃に用いることは自分で歯磨きができない乳児及びペットなどにおいて推奨されることがあるが一向を要することを示唆していると言えよう。また、歯に食品の色素などがついた場合、歯ブラシによる清掃よりも 綿棒に歯磨き粉をつけて擦ると良い。1923年、アメリカのレオ・ガーステン・ザングが、妻が、脱脂綿を爪楊枝に巻き付けているのを見て、発明、商品化した。当時は、ベビーゲイズと名付けたが、1926年には、旧・ティップス・ベイビーゲイズと改名され、その後、ベビーゲイズが、名称から外された。旧・ティップスは、アメリカとカナダでは、 綿棒の代表的なブランドであり、代名詞ともなっている。なお、キュートはクオリティを指す。日本に綿棒が入ってきたのは、第二次世界大戦の終戦後であり、新中軍の放出品として市場に出回るようになった。当時の綿棒は、軸が木製であり、その材質が爪楊枝と同じ白樺であり、製法も似ていたことから、爪楊枝の産地であった。 現在の岐阜県高山市において国産化がなされた。日本国内における最も古い工業所有権は実用新案件として1960年8月31日に出願がなされている。日本で初めて綿棒を製造販売したのは衛生用品製造業の平和絵材、当時元、平和、メディクで1965年のことであった。現在、 同社は日本の綿棒のシェアのうち4割を担っている。年間製造本数は全体でおよそ60億本。なお、紙軸の綿棒を開発したのも蒸気 QTips の会社であり、1958年のことである。アメリカから綿棒が入ってきた名残により、綿棒の全長はインチで表される。一般雑貨として市場に出回る綿棒の全長は、 約 7.6cm であり特に区別して故障する場合3インチ綿棒または3インチ四軸綿棒と呼ばれることがある。また病院での処置や検査などに使用する柄部分の長い綿棒は全長約 15cm であり6インチ綿棒と呼ばれることがあり綿棒製造業者や衛生材料業者間では事実上の標準デファクトスタンダードとなっている。近年は インフルエンザ検査用の綿棒や感染症の検体採取用綿棒など市販の綿棒以外でも幅広い種類が品化されている。医学的には綿棒を使った自走除は有効性が乏しくかえって危険を伴うものとされている。耳垢は通常外児道、耳の穴の分泌物として自然発生するものであり、外児道の皮膚を守り、バクテリアや菌、昆虫、 水の侵入を防ぐ役割を持つためである。2004年の研究によると、綿棒を使った自掃除は外耳炎を引き起こす原因とされている。自掃除に綿棒を使うと耳垢を耳の奥に押し合ってしまう可能性があり、それが耳垢の異常な増加の原因となる。それによって痛みや発熱、耳鳴り、めまいといった症状を伴う可能性がある。また、 綿棒を使った自掃除は手術が必要になることもある。鼓膜潜行を引き起こす最も一般的な原因の一つとされている。これらの理由により、いや、その他アメリカの多くの医療機関で自掃除に綿棒を使わないよう勧告している。上記は欧米の研究であるが、欧米人と異なった耳垢の性質を示す日本国内の研究では認知機能障害を有する。 高齢者の患者において、自掃除をしていない患者は認知機能、基本的 ADL、意欲、周辺症状が自掃除をしている患者に比べて優位に低下もしくは悪化していたという調査、研究報告がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。